はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは私立札幌大通高等学校校長の鈴木圭一さんです。鈴木圭一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、鈴木先生、私もミスター大通りといつも呼んでいるんですけれども、大通高校も長くてらしてね、はい、なんだっけ、教頭先生4年で、はい、それで何でしたっけ、副校長1年、副校長1年、そして校長2年、はい、校長2年、はい、その前に準備室も、そうですね、開校準備室で2年、はい、2年はい、ということで本当に大通高校この何年かの、だから本当に私からすると大通高校がガラッと変わってきたところをずっといらした先生っていうイメージね、うん、ああそうです ね常に進化してる学校ですから、はい、あの4月からは新しい学校に移られるということでね、はい、はい、あの札幌京北商業高校、同じ市立高校なんですけど、もともと教員でいた学校です。京北商業の皆さん、うん、待っててください。はい、待っててください。ちょうど放送の頃ね、はい、新しい校長先生、こんな校長先生ですよとか、はい、含めてですね、はい、先生のご紹介も今日も3つのキーワードでしてまいります。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん、ミツバチプロジェクトで見つけたこと、校長通信風を受けて弱さも絆に、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります、はい、よろしくお願いいたします。あの大通高校でのことをちょっと振り返ってお話ししてっていうふうに言いました、はい、ちょっと象徴的なこのお話、これをテーマにちょっとね、はい、ご紹介していきたいということなんですけれど、ミツバチプロジェクト、これどういうものでしょうか。あ、はい、今日はあの報告書も持ってきたんですけども、はい、地域を学びのフィールドにということで、はい、まあ、学校だけで内部完結型でやる教育じゃなくて、うん、はい、外といろんなつながりを持ちながら、うん、子どもたちが成長できたらいいねっていうことで、はい、それで開校準備の時には、うん、例えば屋上で羊を飼おうとか、そんなこと言ってたんですか。、はい、もうなかなか皆さんユニークな人で、開校準備の中で話していて、羊か、でも糞の始末とかどうするんだろう、うん、って話をしてたんですよね。はい、お世話しなきゃいけないから、うん、で、まあ、特に何もやらずに開校して動き出していく中で、うん、たまたまの芸術の陶芸をやられてる先生が札幌市立大学の方から高校教員になって、うん、聞きまして、はい、だから個人的に、養蜂の関係を NPO とかいろんな団体があって、はい、そちらの方で養蜂経験があると、うん、今も活動してると、はい、あれそれいいねって、養蜂会ってことになって、はい、そうなんです、はい、で、まあ、地域の方々にもいろいろとお話しして、当初は蜂が飛んできたらどうするんだとか、うん、心配されたんですけども、はい、ミツバチはそんな攻撃的な生物ではないので、うんうんうん、むしろ子どもたちにいろんな環境も含めて、うん、学びの機会を与えるいい材料だと、はい、いうことで、そこから始めたのがミツバチプロジェクトです、はいはい、だから大通高校の屋上に、はい、で養蜂してるってことですよね。そうなんです。すごいでしょ。あそこで蜂育てたら何だろう、植物園の蜂蜜かな。そうですね、植物園とか、まあ、隣ですよね、大通公園に入ってる、あ、いろいろな植物なんかも採蜜してるね、はい、ほんと札幌蜂蜜が大通高校の屋上で採れていると。蜂を育てるっていうことって、うん、まあ、自分たちの餌を取りに行ってるわけですよね、はいはい、でそれで持ち帰ってきて、うん、巣のあの六角形の穴の中に蜜を入れていくんですけども、うん、そのままに していると、うん、今度は卵を、子供を次から次って、うん、あの増やしていくんですけど、産めないから、はい、それを人間の手で蜜を取ってあげる、はい、僕らはその自然の恵みをいただいて、自然の恵みをいただいて、はい、うん、そしてそれを皆さんにも提供して、うん、こんな素晴らしいものがありますよ、 100% 天然の蜂蜜の素晴らしさを知っていただいて、うん、でそれを、販売するために、はい、うん、例えばパッケージどうしようかとか、はい、価格はいくらにしようか、はい、いろんな商業ビジネス関係の勉強もしながら、そして蜂蜜を使ったレシピを、うん、例えば家庭科の科目の中で、はい、どんな風にして
調理の材料として使えるだろうかとか、はい、うん、で同じ屋根の下に中央幼稚園もあそうです、ね、いますんで、はい、園児たちにお手伝いしてもらったり、うん、当初描いていた以上のいろんな効果があって、はい、結局人との出会いもたくさんありますし、人とつながってそして物を使って、うん、そしていろんなことが行われているって、はい、人物ことと向き合って、うん、最終的には実は自分と向き合ってるんだっていう、自分と向き合うっていうのは自分との距離の取り方とか、はい、自分をきちっと俯瞰して見て、はい、冷静に考えて自分に何が足りないか、うん、お客様に蜂蜜を説明する仕方がちょっとまずかったじゃあどうしようかっていう、はい、自分を捉え返すっていう作業もそこでやってますので、うん、あのオータムで売ってたんですよ、他の高校の子たちもいろいろ、はい、三笠とかいろんな子たちが、ね、うん、来てて、はい、そしたらお客さんにねどう売っていくかっていうのに私たちの、うん、いらっしゃいませとかの声がちっちゃいんじゃないかとか言い出して、うん、で他の高校の子たちもみんな集めて、はい、いらっしゃいませとか声出しの練習とか、うん、売り方とか進め方とかをみんなでやり始めて、うん、大通りの子が中心になってやってましたね経験から来ることでしたから他の高校の子も本当にみんなね、うん、真剣に教えてもらってて、うん、の素敵でしたよ。そうですね、うん、踊りのセットは、うん、プロの大人の方たちと接する中で、うん、大人会議にも参加させてもらって、うん、バン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 普通にビジネスの世界のことを経験しているので、はい、それが日常の中にこう反映されていくっていう、うん、そこが素敵ですよね。そうですね、うん、結局学校の先生って何か物言えばやっぱ学校の先生なんですよね、うん、教えたがりだし、はい、導きたがりだし、うんうんうん、いい意味でね、うん、でそうじゃない手法がやっぱりこの子たちには必要なんだろうなっていうのが、うん、僕はよくあの踊り高校ブラックホールって呼んでるんですけど、うん、いろんなものをこうどん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 取り込んでって、うん、そして時にはバーンと爆発してすごい生徒が出てきたりとかって、うん、はい、そういういろんな仕掛け作りがされてる学校だと思います、うん、はい、うん、本当にあのいろんな仕掛けが踊り高校ってあってその中でもちょっと象徴的な、はい、あの一つの動きをねご紹介いただきました。三つ橋プロジェクトこの後も続いていきますのでぜひあのご注目いただければというふうに思います、はい、では2つ目いきましょう。2つ目こちらです、はい、じゃーん校長通信風を受けて、はい、踊り高校のホームページを開きますと珍しい真ん中にあの校長の写真が出てくるんですけど、ね、2つあってあの右側かなクリックすると PDF がじゃらーっと、はい、校長通信ということでずっと書かれてらっしゃるんですもんね。そうですね、校長就任してからコツコツと、うん、はい、どんなこと書かれるんですか。どっちかというと生徒と直接接したい方なんでいろんな生徒と話してて、はい、たった一人の生徒の言葉でも何か胸に突き刺さってくることがあれば、一人の生徒が思ってれば、うん、多分その背景にもっとたくさん同じことを感じている生徒がいるんだろうなと、はい、じゃあ今回はこういうことを書いてあげようって、はい、書いて発信しています。そうなんですって、はい、風を受けてというタイトル、これもとても気になります。なんで風を受けて、はい、人生の経験の中で風向きが変わったりとか、はい、気持ちの持ち方をこれは変えた方がいいなっていうきっかけになったのが、はい、ある番組を見ていた時に、うん、ヨットっていうのは、うん、マストを立てて、うん、帆をつけて、うん、どっちの方向から風が吹いてきても、うん、実は前に進んでるんだ。へえ、はい、あ、そうなんですか。へえ、ジグザグにこう進んでいく、まあ、一直線ではないけれども、はい、ジグザグに目指すあっちへ行きたいって言った時に前から吹いてる風もこううまくコントロールしながら、うん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 、あ、これってすごいなっていう、うん、でそれを自分の人生になぞらえた時に、うん、どんな風が吹いてきても心の処し方持ち方で、うんうん、なんかまっすぐではないけどもジグザグの人生だけども、はい、前へ進んでいけるっていう、あ、それを君も僕も、うんうん、そんな気持ちで行こうよっていう思いでタイトルをつけました。いや50も書いてきたらいろんなこと書いてきたと思うんですけどそして最後の50っていうか、うん、最後の方になったらどんなこと書かれたのかな。いや、もう最後は感謝の気持ちですね。あ、うん、なんか自分の教育観とか、うん、人生観とか、うん、物事の見方考え方を劇的に変えてくれた大通り高校に対する感謝ですね。バックナンバー全部PDF になってますから、はい、よかったらご覧いただきたいと思うんですが、さあじゃあその大通り高校でいう
特徴をね、はい、もうちょっと振り返ってみたいと思います、うん、3つ目のキーワードに行きたいと思います、はい、3つ目こちらです。じゃーん、弱さも絆に。後ろ向きな意味じゃなくて、うん、現実として、札幌の現実として一つ申し上げておきたいのが、はい、今本当に子どもの貧困とか言われておりますが、うん、はい、札幌の大阪に次いで貧困率が2位、合ってますか？そうですね、政令市としては、はい、政令市として今ね、うん、結構いいとこの子も、あと本当にもう生活保護でも大変なうちの子も、うん、見た目では本当わかんないんです、はい、うん、だからそうだな、もっとね、私が、うん、学生の頃は分かりやすかったと思うんですけど ね、 そうです ね、 ね、今の子は本当分かんないし、ピンとこない大人が多いと思うんですよ。そうですね、この190万人を抱える大都市、うん、だからこそ可視化できない部分が、はい、所得格差だけじゃなくていろんな格差が生まれてるっていう、そこをなんとかしなきゃいけないんだろうなっていうのは思いますよね、はい、うん、ね、あの学校の中でもやっぱりすごく向き合わなきゃいけない、うん、常に意識しなくちゃいけないテーマだったんじゃないかなと思いますけど、はい、うんうん、ちょっとそのあたりも振り返ってどうですか？そうですね、あの多様な生徒がいて、うん、不登校であったり引きこもり経験があったりとかっていう、うん、そういう子どもたちが入ってきた時に、はい、いずれは社会とつながっていかなきゃいけない、うんうん、じゃあオードリーが目指すものって何だろうって考えた時に、うん、はい、札幌市教育委員会が、うん、幼稚園小中高を含めて、はい、自立した札幌人という大きな、うん、目標を掲げてますんで、はい、そこをですね、私はオードリー高校の校長としては生徒に噛み砕いた分かりやすい言葉で飯が食える大人になろうよと、うんうんうん、でそのために何をしなきゃいけないか、その時に学力が足りなければやっぱり学力に力入れなきゃいけないし、人とのつながりがなかった子はやっぱり人とつながってコミュニケーションしなければそういうスキルも身につかないだろうし、だから色々なそのプログラムを用意して、その中から自分はこうしたいっていうものを見つけてそこに関わっていくって、その時に自分の弱さとか足りなさとかそういうものを隠すんじゃなくて、うん、弱さを情報開示していくっていう、そうじゃないと人は分かってくれないですから、はい、でそこで初めて支援してくれる人が現れるっていう、うん、でそれは僕の生い立ちとも関係していて、それも風を受けてっていうことにつながっていくんですけども、はい、実は僕は幼少期はあの人と話ができない、今でもやっぱりそういう、うん、むしろ一人でいる方が孤独な方が楽っていうのはあるんですけども、うんうん、でもそれを変えてくれたのが、うん、小学校時代の5年生6年生の時の仲前先生だったんですよ。先生なんだ、はい、で幼稚園からその小学校4年生までずっと女の担任の先生、うん、マシンガントークのようにわーって話しなきゃ分かんないでしょって、辛くて辛くて、うん、小学校5年生の時に仲前先生が、うん、あのまあ、家庭訪問行くからっつって、田舎ですから田んぼのあぜ道を歩きながら、ケイチって喋りたいことはいっぱい頭の中に心の中にあるんだろうけども、うん、無理して喋る必要はないぞと、うん、いずれ喋れるようになるだろうと、うん、それまでは本を読めと、へで本を読む中ではいろんな人生の出会いがあるから、はい、そこで対話して、そして辞書に親しめって言われたんですよ、はい、本読んでて分かんない感じだったら辞書で調べて、うん、でそうやって言葉の数を増やしていって、うん、それをいつか誰かに伝えられるようになったらいいよなっていう、うん、そこで自分の人生の風向きが変わったんですよ。あ、そうですか、はい、風が変わりましたか。風が受けて、はいはい、うん、ですからそれをなんとか恩返ししたい、こんな弱い自分がいたことを時には生徒にも話しますし、はい、うん、でもこうやって人前で話せるような仕事についてる自分もいるし、うん、辛いけども今でも辛いことっていっぱいあるんですけども、うん、それでも、うん、そのきっかけになった、はい、風向きが変わった時のことを思い出しながら、はい、うんうん、大通高校の生徒たちもそうなってほしいなと思ってます、うん、はい、
先生っていろんなタイプがいてくれないと困るなと思うんですよ。すごくその活発な子を引っ張ってあげるのが得意な先生もいれば、うん、本当に無理無理っていうのを応援して、うん、寄り添ってね、うん、動くのを待ってあげる先生も必要でしょうし ね、 それを全てカバーするスーパーマンな先生がそんなにいらっしゃるって思えなくて、うん、先生は先生の得意があると思って、うん、でいろんな先生と出会って、うん、その中から本当に自分のフィットする、うんうんうん、自分の気持ちが本当に前も向ける出会いをね、うん、いろんな先生と話して、ね、いろんな大人と話をして、うん、あの出会ってほしいなと本当思いますね、うんうんうん、よかったですね。5年生の時にそういう先生に会えた。そうですね、まあ、いくつかの転機がある中で、うん、あとこれもあまり悲しい話として受け止めてほしくないんですけども、はい、母親が臨終間際っていうか、うん、もう亡くなる数日前に、あんたの名前はねって、うん、ケイチだよね、ケイチ、はい、ケイチ、ケイチっていうのは恵む位置と書くんですけども、はい、うん、あの母親は何度も何度も流産を繰り返していて、うん、あもう子供はダメだね、生まれないねって、うん、思ってたところに授かった命が僕だったんですよ、うん、でこの世に誕生した時に、うん、たった一つの恵みっていう、うんうん、親にしてみればもう本当に子宝に恵まれてよかったっていう、そういう思いを込めて言ってて、そんな話ずっと30いくつになるまで聞いたことなかったですよ。で今はの際にそういう話をされて泣けてしょうがなかったんですけども、その時にまた風向きが変わって、授かった命をどう使おうか、使命と書いて命使う、授かった命を次誰かにこうリレーしていくような、そんな人になりたいなっていうふうに思ったのがやっぱり30代後半だったんですよね。どんな人でも命の使い方って社会に役立つことってあるんだよって、うん、はい、そんな話もどんどんしてあげたいですよ ね、 ね、踊り高校の中では授業もそうだけど、うん、そういうお話の時間も本当に大切な時間だった、うん、そしてあのやっぱり子どもたちにあの助けてってあの言葉に出せる、周りに応援してもらったり助けてもらったりすることができる力っていうんですかね、はい、うん、そこもやっぱりぜひねつけてほしいです ね、 ですね。国はあの学習指導要領っていうのを出していて、うん、その中で生きる力っていうキーワードも掲げられてるんですけども、はい、生きる力っていうのはその力強く自己肯定感が非常に高くて、はい、もうバリバリの活動していくっていう生きる力だけじゃなくて、うん、困ったな辛いなと思った時に助けてって言える、助けてって言える、そういう力も、うん、それがあの弱さも絆にっていうふうに、弱さの情報公開をして初めて人とつながっていけるっていう、うんうんうん、そうですね、そういう力を本当に高校生、中学生、高校生、あの思春期に経験してほしいこと、うん、身につけてほしい力っていうのが本当にたくさんあってですね、あのいろんな思いの中で子どもたちに向き合ってきた鈴木校長、今収録の時は大通高校の校長ということで、今日はね、はい、ミスター大通、ぜひ大通高校の校長のうちに図鑑に出てっていうリクエストで今日来ていただきました、はい、放送の頃には県立商業高校の校長でいらっしゃいますから、はい、まあそうですね、大通高校で関わった OB、 卒業生も親御さんもあと外から関わった社会人の方が大通関係ではたくさんいらっしゃるし、はい、あと京北ではこう新しい僕行くよっていう意味も込めて、はい、ちょっと最後にご挨拶をいただきたいと思います、はい、それではまず大通高校の生徒の皆さん、はい、保護者の皆さん、そして外部連携でいろいろなご支援をいただいた皆様、本当にお世話になりました。私は大通高校で人生が大きく変わったんですけども、やはりそこで学んだことを今度はもともと教員としていた京北商業に今度は管理職という形で戻って、うん、生徒とともにやっぱり笑ったり泣いたり、そういう教員であり続けたいなというふうに思ってますので、南区の地域の皆さんとも、うん、関わりながらいろんなことができればいいなというふうに思ってますので、またお世話になります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。南区が変わるかもしれないな、なんてね、変えます。そんな予感にワクワクしながら、今日のゲストは私立札幌大通高等学校校長の鈴木圭一さんでした。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。